はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。エリッチブログです。私たちは松本に向かってます。急にめちゃくちゃすごい桜のスポットが現れましたから、ね、ここは安養寺です。全部がしだれ桜で綺麗。すごい。あんなにでっかい桜の木見たことない気がする。すっごいでっかいしだれ桜。ただね、花びらは普通の桜と比べるとちっちゃいね。でも多い、うん、あ、真っ白、こうファ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 っていっぱいついてる感じ。色もめっちゃいいよね。今門から出て松本に向かいます。続きまして松本城行きましょう。松本城に着きました。到着です。松本城、春の松本城めちゃめちゃいい。意外と古いね。古いでしょ。松本は一個 の、 あの古いお城の一つでしょ。外の無料の公園めちゃめちゃいい感じです。そう、すごいいいよ。松も生えてて桜も咲いてて。お、はい、天守閣までの待ち時間40分だね。待ちたくありません。うわ、真正面、超かっこいい。本当にいいな。うわ、すごすごいね。はい、みんなさんに見せて。私の顔じゃなくて松本城。どこのアングルから見てもなんかインパクトがあるね。かっこいい作りが。黒い壁。なんか名古屋城全部真っ白でしょ。で、そう、ね、上にその緑のメタルの屋根があるけど、ここはまたなんか違うね。いや、もうあれ20度ぐらいあるよ、本当に。4月の初めにで、タカはもう暑いって言ってるよ。これからはどんどん暑くなるよ。やばいよ、日本の夏は耐えれないかもしれない。そう、慣れてください。ちなみにドイツは4月だと今日20度、来週マイナス1度雪みたいな。やば、差が激しい。ドイツ語喋れるんだ、すごい。ここでボランティアガイドやってまして、英語ですけれどもね。松本すごいよ。すごいね。ボランティアガイドが行って、英語だけじゃなくてドイツ語も喋れます。ペラペラだったじゃん。そう。まあ俺のドイツ語には負けるけど、ペラペラだったね。他のドイツ語 何を言ったかわからないでしょ。いや、全く分かんなかった。だからシュプレッヘンは分かったよ。これ何か分かる？え、綿菓子のやつ。あ、書いてあるんかい。お祭りとかであったよ。来てるよ。今使えないみたいだけど。残念。アイスクリームショップを見つけた。味いっぱいあるよ。来ました。めちゃめちゃうまそうじゃない。結局何選びましたか？ピーナッツバターとワインレーズン。いただきましょう。ワインレーズン、なんかあのラムレーズンよくあるでしょ。ワインレーズン一緒なんじゃない？聞いたことないよ。ラムレーズンと、お、落ちた。美味しい？ラムレーズン。あ、ちょっとワインの風味はするよ。美味しい。あ、美味しい。さっぱりラムレーズンって感じ。お、ピーナッツバターも美味しいよ。うん、ゼアレカ。ゼアレカ。
ピーナッツバターね、美味しいよね。あ、俺初めてピーナッツバターのアイス食べたけど美味しい、ね、皆さん見てください、いいの見つけた。 We need more beer now。 というわけで今から飲みたいと思います。地ビールだと思います。ちょっと一杯引っ掛けて、運転だから引っ掛けましょうか。違うよ、運転だから厳しい社長ですね。いや私はそんな3時間も運転できない帰り道ぽい。これはいいな。ディッププリンアイス棒食べましょうかさっき食べたよ、今ちょうどさっき食べたよ。じゃあレナさんはなし、俺一人で食べる、はい、決まり。来ましたね。おお、結局アイスクリームじゃなくて滑らかプリンにしました。めちゃめちゃ美味しそう、うん、あげない。やっぱせえ、社長はいつもね分けてくれない。これギロプリンとまた違う、あれほど柔らかくないけど硬くもない。うまっ、めちゃめちゃいい食感でしょ。うまっ、大人のプリンって感じ。これ下のカラメルとこうすくってなお美味しいんじゃない。ほら見てカラメル、めちゃめちゃ多いよカラメル。私もあーうまっ芋。うわうまそう、新登場焼き芋ブリュレ、お食べてみる食べたいけど、はい、じゃあ私一人で食べますレナ決まったよ、焼き芋ブリュレ食べる。いや、ブリュレいや、大丈夫、俺が食べるから大丈夫。食べれないよ、俺が 100% 食べるから。タカも食べれないよ、社長食べれないよ。めっちゃうまそうじゃない。めっちゃお腹いっぱいなのにあげないよ。じゃあもう味見をしなきゃいけないよ。うまっ、うまっ、何味見をします。さっきめちゃくちゃ文句言われたよ。だから一口おいしい、お芋が甘い、うまかった。うん、タカがなんか途中に電話に出て私は半分食べた。電話で終わったらもう半分なかった誰がいらないって言ってました最初。いらないからタカが食べればよかったのに。すごい食欲だよびっくりしたよ。もうここの松本の道が食べ歩きに最適だね。そう、めちゃめちゃいい。松本城をもう一回ぐるっとして車に戻って帰ります。いやこの半日松本をプラプラしてよかったね。めちゃめちゃいい街だなと思い始めた。そう、この動画を終わりにします。なので楽しかったならいいねボタン押してください。では松本城からバイバーイ。バイバーイ。